40代で、えー、田舎の役,役場職員になったのですが、職場内パワハラにあっており、夜何度も目が覚めたり、無気力感、言葉が発しづらくなったりしています。うつ病というものがよく分からなくて、病気に行くまでの症状なのか判断ができません。えー、まあ、これね、あんまりこう受診をしなさいって言っちゃいけないんですけれど、こういう特性上、あの問題上言っちゃいけないんですけど、医師法的に。まあ、あの 一般的なことを言うと、何度も夜に目が覚めるっていうのは、まあ、精神科受診の、えー、一つの目安ですよね。だから、まあ、一般的にはそういう場合はあの受診することが多いかなと思います。で、いうことですね。えー、まあ、動画も撮ってるので見ていただけたらなと思います。あのでも、この田舎というかね、まあ、 よく思いますけど、やっぱり村社会ですよね、日本っていうのは特に。あのと思いますね。村社会、本当に村社会だと思いますね。だから、すごくこう、モラルが低い、ある部分、モラルが低いところってすごくあるなと思います。うん